7月2日金曜日、時刻は夜7時30分になりました。皆さんこんばんは、日向坂46の小坂なおです。今週もリモート収録となっております。ということで皆さん、7月になりましたよ。もうね、2011年も半分過ぎちゃいましたが、あの、上半期どうでしたか皆さん。私たちもね、 ま、リリースがあったりとか、私はそれこそ写真集の発売があったりとか、嬉しいこともね、たくさんありましたね。そして、七7月ってね、もう夏に近づく、ちょっと暑くなってくる時期ですよ、皆さん。もうね、洋服も整理整頓してね。もう6月の後半ぐらいから私はもう整理整頓し始めてるんですけど、私割と今回、あの、洋服をめっちゃ捨てました。うん、びっくりした。あの靴もめっちゃ捨てたんですよ。で、合計で、 4袋くらいかな<え>捨てました。まあ、靴で1袋だったんですけど、洋服で3袋どうしてなんか、物が、物がっていうか洋服が多すぎるなって最近感じたんですよ。クローゼットを開けた時に、めっしり詰まってて、醜って思っちゃったのがきっかけで、はい、捨てようってなっちゃって。それこそ雑誌の企画とかね。 中服用意しなきゃいけない時とかも増えるので、そのためにやっぱり去年着なかったものとかはやっぱ捨てようって思って、3年着ない服はもう着ないみたいな、そう,そうそうそう、そんな感じです。コートとかも私残してたんですけど、1年ものじゃないですか。だから捨てちゃおうって思って、もういらないもの全部捨てました。そしたら、すっごくクローゼットの中明るくなりました。<laughs> <laughs> みっしり詰まってたものがなくなって。ここまで話してきたんですけど、ちょっと今日はね、あのメッセージを ちょっと読んでいこうかなと思います。えー、ラジオネーム、えー、天然アントニオクワガタさん、女性の方から、私は今、中学2年生で好きな人がいます。そして、今度好きな人と、友達と友達の好きな人と一緒に映画を見に行く予定になっています。まだ好きな人と出かけたりしたことが、1、2回しかないのですが、いつも服装に悩みます。小坂さんだったらどういう服装で行きますか教えてください。ということで、なんか、 ダブルデート的な感じかない,いいな青春してるね。<laughs> 中学2年生でしょいいね。で、洋服か。そうだなでも、私のね、その今雑誌やってて、モテ企画みたいなっていうのがあるんですよ。自分の私服で、こういうシチュエーションで、ランキングをつけてもらうみたいな。男性の方に、あの、もちろんお顔は見せずですよ。洋服だけを見せて、ランキングをつけてもらうっていう企画が、 冬とか夏とかに一回ずつぐらいあるんですけど、その企画でね、私出た時に、1位を何回か取ったことがありまして、その時に私が感じたことは、清楚めなロングスカート系がいいっていう。僕 <laughs> が私の結果だったんですよ。そう。なんかね、わかんない。あの、その男の子のタイプによるかもなんだけど、大抵、そのブラウスにロングスカート っていうのが、割と人気あるのかなっていう私の勝手なね、結果なんだけど。だから、白を基調とした服だったりとか、それこそワンピースとかはめっちゃ人気あると思うよ。うん。だってワンピースで外れて絶対ないし、何だろ、シンプルカジュアルとか、っていう柄物を使いすぎないこととか、色物も最近だとベージュだったりとか、 白、ブラウンっていうのとかで決めると、黒とか使うとね、なんかちょっとそっちがきつめに見えちゃうから、柔らかく見せるなら、ベージュ系とかを使うと、割とね、誰でもね、あ、可愛い,いなってなるかもしれない。ワンピースは外れなしだからね、全然ありだと思いますよ。いいね。デート楽しんでください。お友達と好きな人と。<laughs> いいメール読めたな。最初から、冒頭からいいメール読んだな。<laughs> ということで、ここで一曲お届けしましょう。 私が大好きなアイドルの曲となっています。それではお聴きください。モナ、CV、夏川椎名さん。で、私、アイドル宣言。星のドラゴンクエストプレゼンツ。日向坂46小坂尚の小魚ラジオ。この番組は、星のドラゴンクエストの提供でお送りします。東京 FM からお送りしています。日向坂46小坂尚の小魚ラジオ。さあ、今週はこちらのコーナー。小坂、できる限り寄り添います。 仕事、学校、家族、友人、恋愛、ファッション。どんな悩みも小坂直ができる限り寄り添いながらお答えしていきます。では、早速メール紹介していきましょう。えー、ラジオネーム、ひな嵐さん、男性の方かな。ぜひ寄り添っていただきたいことがあります。私は頻繁に経済を使わないのですが、早朝に LINE のグループトークにて、新しく入ってきた人がよろしくお願いします、と送っており、他の人たちは、 送られてきた瞬間に返信をしているのですが、私は夜中にそれを見たため、最後の返信から半日以上経ってしまいました。そのため、返信を送りづらく既読無視の形になってしまいました。こういう時は夜中でも返信した方がよろしかったのでしょうかあと、小坂さんはメンバーのグループで、もしこのような状況が起きたらどんな対応をしますか確かにこれ悩ましいな。夜中でしょめっちゃあるね、こういうこと。うん。 わかる私もね、なんかね、メッセージとかメールとかを返す時間帯って、まあ、割と私も携帯見てること多いんですけど、こういうパターン多い。ああ、そうだね。既読無視になっちゃうよね。返信送りづらい。わかるめっちゃわかる <laughs> でも、なんかね、私はね、夜中の時間帯によるかな。それが9時とか10時とかだったら私は全然送っちゃう。うん。 さすがに12時過ぎてたら申し訳ないなって思って送らないけど、でも、ま、それで残、ね、しちゃうかもって思っちゃうけど、ま、自分がやっぱり送っといた方が良かったかなとか返事しといた方が良かったかなって思うくらいなら私は送った方がいいかもしれない。うん。ちょっと悔いっていうか、後残りするなら私は送ることをお勧めします。すぐ返信するタイプあ、私は結構時間経っちゃうタイプ<え> <laughs> なんか、 すぐに返信できないな、私は。なんでだろうね。わかんないけど、ちょっと時間を置いちゃう。でも、私と連絡取ってくれてる人は、それを理解してるから、すぐに返信返ってこなくても、イライラしない人が多いね。うん。私の生態を知ってる方が多いから。<laughs> <laughs> そうそうそう。で、最後にもあったけど、メンバーのグループでね、もしもこのような状況が起きたら、どんな対応しますかなんかね、メンバーだとね、その人にもよるんだけど、 この人なら、この時間帯起きてるなっていうのがあったら全然夜中でも送っちゃう。けど、例えば今日朝早かったから、夜中に返信するのあれかなとか思ったら私は朝に返しちゃう。既読無視は絶対にしないかな私は。だから、返信するか未読かの、どっちか。で、私は対応を取るかも。だから既読無視はしないかな。え続いていきます。ラジオネーム友人 A さん、男性の方から、 えー、私はよく周りから疲れてるとか元気ないねと言われることが多いのですが、私自身そんなことはありません。いつも通りに過ごしているつもりなのですが、よく心配されます。原因は姿勢の悪さや歩き方にあると思っています。過去には周りの人から幽霊みたいですねと言われたり、挙動不審だとか、おじいちゃんみたいな歩き方と言われ、それ以来結構気にしてます。 小坂さんは職業から人前に出ることが多いと思いますが、普段姿勢や歩き方で気をつけていることはありますかこれなんかちょっと嫌だよね。自分からしたらさ、そんなことないのにさ、例えばさ、怒ってないのに怒ってるって聞かれるみたいな感覚ですよね、これって。疲れてるとか元気ないねって言われるのも、別にそんなことないんだけどな、みたいな。で、幽霊みたいですねって言われちゃったのか。なるほどね。で私もね、なんか、私割と猫背の方なんですよ。<laughs> そう。 でもね、なんかそれって、割となんか、腰が悪い方だったり、肩こりが激しい人っていうのかな肩こりしやすい人とかは割と猫背になりやすかったりとかってするんですよ。そうそうそう。だから、一つのね、まあ改善方法と言ってはあれだけど、整体に行くことを私は割とおすすめするかなうん。背中の筋肉が固まってると、やっぱり前に前にって行っちゃうんですよ。なんかね、 人間の頭って重いじゃないですか。だから、首がそれを支えきれなくて、前に前にって言っちゃう傾向があるらしいんですよ。だから、本当の正しい姿勢っていうのを学ぶとめ、目結構後ろなんですよ。だからそこを気をつけるといいのかな前体重になってることが多くって、つま先に体重が乗ってると、猫背とか姿勢が悪くなりがちなんです。歩き方はね、私割と気をつけてるかな。歩いてる時に、割と私お腹に力入れて歩いてること多いです。とか、 例えばね、もう極端な話、一本線を綺麗に落ちないで歩くみたいなイメージ。で、歩いてると、綺麗に歩ける。<laughs> だから足の間にね、一本細い道があると思って、それをまたぐように歩くと、綺麗に歩ける。めちゃくちゃストイックじゃん。<laughs> なんかね、やっぱりさ、あの、ラーメイとか歩かせていただく機会が多いから、普段から、そういうことは割と気をつけてるかも。 たまに忘れちゃうんだけどね。忘れちゃうんだけど、気づいた時にピッて姿勢を戻せるように私は意識してるかな、歩いてる時とか。そこをちょっとね、自分の意識の問題もあるかもしれない。頑張ってみてください。続いて、ラジオネーム、ひくつでこそくさん、男性の方から、先日、友人とジブリのキャラクターに転生するなら誰がいいという話になったのですが、僕が耳をすませばの、甘沢聖二くんが、 いいなぁと言ったところ、友人からは、お前はジブリの世界観に浸ろうと気持ちはないのかとお叱りを受けました。せっかく訂正できるなら、ジブリ独自の世界観が強い作品のキャラクターだろう。と友人は言うのですが、僕は天沢聖二君ほど爽やかでイケメンな人はいない。絶対に天沢聖二君がいいに決まってる。と、お互いに譲らない展開になってしまいました。小坂さん、今1対1なので僕の意見に寄り添ってくれませんかということで。 いや、あの、私、聖二くん好きなんです。<laughs> 私、これ、寄り添えるよ。<laughs> そう。え、確か私、あの、耳を澄ませばの作品自体、めっちゃ好きなんですよ。え、あれ、めっちゃ良くないですか、作品。大好きで。で、あの、これね、あの、私、くみさんとお話ししてたんですけど、聖二くんほど、いい人っていないと思うって、言ってたんですよ。<laughs> そう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 。確かにね、人柄がいいし、 イケメンっていう、なんだろうな、基準を作ってる人っていうか、爽やか、好青年みたいなっていうのっていうのを一番出てる人だと私は思ってます。いい人だよね、ほんとに、聖く君。とかね、あと、あの、あのキャラクター、なんて名前だっけ。仮暮らしのアリエッティの、あっ、そう忘れちゃった。そうそう、病気してる人。翔だそうだ翔翔くん、そう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 。 この仮暮らしのアリエッティに出てる翔くんも、なんか、聖児くんに似た雰囲気を私は感じる。12歳の少年なんだ。そうなんだ。病気をしてるね。あの、アリエッティが出会う男の子なんですけど、その男の子もすごいいいなっていう私の印象ね。でも、このさ、友人が言ってるさ、こう、ジブリの世界観っていうのは、あの、トトロにさ、<laughs> 出てくるさ。名前が本当に出てこない。あ、そう、カンタ <laughs> カンタとかが、あれなんじゃないジブリの世界観って感じじゃないですか。あの、傘をね、うんって渡す。パズー確かに、パズー好き。<laughs> パズー好きです。だからね、なんか、いろいろ、いっぱいいるから、そこを言ってるのかな友人は。でも私は、あの、寄り添える、これは。うん、<laughs> 私は、あの、聖地に一票です。<laughs> いいな久しぶりにこんなジブリのお話ししたないいよね。何回も見たくなる。大好きな作品。えー、続いていきます。ラジオネーム、シャカリキチョコミント先輩さん。男性の方から、えー、僕はチョコミントが大好きなのですが、周りの友達に言うと、えチョコミントって歯磨き粉の味じゃんと99、99%言われてしまいます。僕はとても悲しいです。 チョコミントの良さを知ってもらうにはどうしたらいいと思いますか小坂さんはチョコミントはお好きですかはい。お好きではございません <laughs>。すいません。これには私ちょっと寄り添うことができません。申し訳ございません <laughs>。そうなんだよね。チョコミントダメなんだよね、私も。友達と同じこと言っちゃう。歯磨き粉の味じゃん <laughs> あの、メンバーの宮田真奈もいるじゃないですか。あの、宮田チョコミントめっちゃ好きなんですよ。で、 私一緒に遊んだ時に昔ね、アイスを食べたんですよ。で、その時に、チョコミントがいいって、チョコミントあるって言って。で、ずっとチョコミントを探してるんですよ。だからそれぐらい多分あの子も好きなんですけど、私はそれにも寄り添えなかった。え、何がいいのって、<laughs> あの素で聞いちゃった。<laughs> え、あれの、え、何が美味しいのって言っちゃったんですよ。あ、でもチョコミント好きなのか。え、でも好きな人は好きだと思う。うん。私のお母さんも好きだったはず。忘れちゃったけど。 <laughs> あ、嫌いだったかなわかんない。なんか、チョコミートのアイス食べてたイメージがあった <laughs>。でも、ごめんね。私、これには寄り添えない。だから、あの、良ければ、あの、宮田と寄り添ってください。<laughs> はい。<laughs> 宮田にその話してあげて。多分、すごい喜ぶと思う。え続いていきます。えー、ラジオネーム、三輪車に乗れたさん、男性の方から。 ネットで牛丼を食べるとき、箸ではなくスプーンを使う人が多いことを友達に話したところ、私の周りでもスプーンを使って食べる人がたくさんいました。私はかたくなに箸で食べているのですが、友達がスプーンの方が食べやすくていいよとスプーンを勧めてきます。小坂さんは牛丼を食べたことがありますかありましたら、どちらで食べているのでしょうかはい、小坂さん食べたことあります。はい。<laughs> なかったらね、大問題だと思うよ。<laughs> で 牛丼、スプーンとお箸か。えー、私は、昔はスプーンだった。けど、最近はお箸で食べてる。うん。なんかね、スプーンで食べてたのも、なんかね、何が理由なんだろう。それこそ食べやすいから選んでた。かな私なんかさ、上にさ、いろいろ卵とか乗っけたり、種類にもよるけどさ、とろろが乗ってるとかだったらさ、絶対スプーンの方が食べやすいじゃないですか。 そう。え、だから私種類によって分けるかな <laughs> え、だからその普通のシンプルな牛丼だったら私はお箸で食べるけど、トロっとするようなトロロだったり、黄身とかを乗っけた場合、やっぱその、お米の、が崩れるじゃないですか。かそれでお箸で食べにくいなって思ったら私スプーンにしちゃう。あと、梅雨ダクにした時ね。<laughs> 梅雨ダクにした時はスプーンです。私は梅雨ダクダクにしたいタイプ。 <laughs> ご飯、ご飯にちゃんと味がついてるのが私は好きなので、私はつゆダクダクタイプです。<laughs> そこ大事。私の、私の注文では大事。<laughs> うん。絶対にそうする。私は注文するときね。あはは。あはは。そう、私はそのタイプなんですよ。そうそうそう。 だから、家で作ってもらうときとかも、いっぱい入れてねってお母さんに言います。味がないと嫌だから、牛丼のお肉だけじゃなくて、つゆもちゃんと入れてねってお母さんにお願いするぐらい。家で作ってもらうときも。ダクダクマスト。<laughs> <laughs> <laughs> 私のこだわりなので。なんか、どっちでも食べるかな最近はお箸が多いです。では、ラストいきたいと思います、えー。ラジオネーム、お風呂の椅子はイルハさん。男性の方から、 近所の公園にウの滑り台があるのですが、背中が滑る方で鼻が階段になっています。お普段鼻の方から滑るんじゃないのと、とてもモヤモヤします。小坂さん、このモヤモヤをなんとかしてください。そりゃモヤモヤするよなえ逆じゃないの？つえなんでだろうね。気になる。私の近所にあったウの滑り台はちゃんとお鼻が滑る方になってました。これモヤモヤするね。 これ作った人にお話をぜひ聞きたい。なんでそうしたのですかって。あこれだ典型的だね <laughs>。青いさんあの、マンモスみたいなやつね <laughs>。そう、それだ、それだ、それだ。それあった、あった。うちの近所にもあった。え、ね、全国にあるんだ。これ、うちの近所だけだと思ってた。全国にある。すごいえ、すごいえ、全国にある <laughs> うわ、なんかこのちっちゃいやつも見覚えあるな。 かわいい。うわ、なんか懐かしい。あの、滑るところがさ、オレンジになってるやつね。ピンクすごしかもめっちゃリアルなさ、灰色っていうのもあるんだよね。<laughs> え、逆、今、ちょっと、インターネットでね、画像検索してるんですけど、逆、見当たらない。え、そのところだけなんじゃないですかあなたのところだけなんじゃない <laughs> <laughs> 逆ね、レアなんじゃないこれ。全然だって見つかんないよ。どんだけ下に遡っても見つかんない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 。 すごいね。逆にレアだよ。うん。珍しい、珍しい。確かにでもこれもやもやするね。ぜひお話聞きたいね。なんかで取り上げてくんないかな。<laughs> あ、珍百景ね。珍百景さんに、ちょっと、お願いしようよ。<laughs> 特番とかあったらさ、送ってみない一回メール。<laughs> いや、面白い。でも今回だいぶちょっと寄り添えたんじゃないいや、たくさんのメールありがとうございました。 あの、これからもね、引き続き、あの、できる限り寄り添っていきますので、メールたくさんお願いいたします。さあ、この後はラジオドラマのコーナーをお届けします。今回はどんなストーリーになっているのでしょうか。今週は、ラジオネーム、ひくつでこそくさんからいただいたメッセージをもとに作ったショートドラマです。薬草。お聞きください。うーん、これってどうしたらいいのかな私の名前は、勇者なお。 ブルリア製に迫る危機を救うため世界中を冒険しています。今私は薬草の使い方ですごく困ってるんです。これは食べて摂取するものなのか塗るものなのか。野菜みたいな見た目ならまだ食べれるんですけど、これ例えるなら道に生えてるような諸草って感じなんです。そんな草を食べるのってちょっとハードすぎませんだから塗るのかなと思ったのですが、 草塗ってる女の子ってみんなどう思いますかちょっとクレイジーすぎませんだから使ってなかったのですが、今すっごい疲れてて、そんな時にモンスターが来ちゃって、バトルをちょっと待ってもらってる状態なんです。モンスターさん、ちょっと待っててくださいね。薬草だけ使わせて。初めて使うので、わからないんだけど、一旦食べてみるんで。うわぁ、ダメだ、まずいまずくて全然飲み込めない せめてドレッシング欲しい。あ、ちょっとモンスターさん、待ってよ。これ食べたら戦うから。え、早く食べろってそんなこと言うけど、あなたこれ食べれるすっごいバクバク食べてる。でも体力も回復しちゃってるあ、どうしよう。よし、私も頑張って食べるわ。っうわー 草汁がじゅわっと溢れ出て口の中に臭みが広がる。舌触り、歯触りが悪くて、コクがなくて濃厚な苦味。そして全然喉を通っていかない。<laughs> ずいまーでも、回復した気がする。こうして薬草を使ってみたものの、ちょっとしか食べられませんでした。ようやく口に逃がし。皆さん、薬草を使用する際は、 要領、用法。医師の指示などを正しく守って服用してください。勇者なおからのお願いでした。さあ、ここで、普通のお便り、普通お便りをご紹介していきたいと思います。何でも自由にメールを送ってください。え、ラジオネーム、あつどんさん。男性の方から。小魚さん、はじめまして。本気の悩みです。僕には、小学校より前から好きな幼馴染みの女の子がいます。しかし、勇気が出せずに、 未だに告白できず、彼女は県外の大学に行ってしまいました。が、なんと、今年、地元の大学院を受験することになりました。なんとか、距離を縮めたく、アプローチをかけたいのですが、どうしたらいいですかカッ LINE で、不定期ですが、やりとりはしてました。小学校より前から好きな女の子いるんだ。いいね。<laughs> まずそこから入るからね。あ <laughs> わーでもこれ、 あどうなんだろうでも、LINE で不定期でやりとりはしてたんだよね。だから、全然話せないってことはないってことを前提で言うと、まあ、そうだな。あこれ難しいね、なんか。でも、それぐらい前から知ってるってことで、ちょっとご飯行かないとか誘ってみたりしたらどうかな。お昼とかでもいいし、ちょっとランチ行かないとか、ちょっと話し,しようよぐらいの、もうラフな感じで、行くのが、 いいのかなって思う。だから急になんか告白してっていうよりもちょっと距離を縮めてさっていうのが私は一番いいのかなって思う。だったら相手も距離が近くなることに関しては別に不快っていうか嫌だって思うことなんて絶対ないじゃないですか。だから本当に最初は自分が好きって思いを閉じ込めて友達として接することが私は一番 自分が告白できるタイミングに近づける道なんじゃないかなって私は思います。軽い感じで言ってみるのが最初はいいんじゃないですかね。頑張ってみてください。応援してます。続いて、ラジオネーム、直線 AB を動く天使さん、男性の方から、前回の放送で吉本新喜劇の話をされていましたが、関東でもローカル局で夜に吉本新喜劇が放送されていることがあります。僕は劇場に見に行って、スチコさんが投げる飴を キャッチすることが夢ですアイドルもライブでサインボールを投げるのでもし小坂さんがゲスト出演することになってもスムーズにできそうですねうん、出てほしいのか <laughs> そうだねあるねスチ子さんが投げる雨っていうのがあるんですよそうそうそう確かにこれキャッチしたいわかる これもさ、私たちがさ、そのサインボールとかを投げて、その受け取りたいって思うファンの皆さんの気持ちと同じですよね、これは。つ <laughs> 子さんの投げる飴をキャッチしたいっていう。一回行ってみなよ。グランドヶ月。絶対いいと思う。一回行ってみな。本当に実際に見に行くのと全然違うと思う。私、まだ行ったことないんですけど、行った友達とかね、聞くと、やっぱり面白いって言う。ハマるって言ってた。から、 見に行きたいって思いがあるなら、まあ、今ね、ちょっと、なかなかね、県外から出るのもあれなんですけど、その、行けるようになったら、ぜひ、いつか見に行ってみてください。絶対面白いですよ。え続いていきます。ラジオネーム、リリースウィークさん、男性の方から、小坂さん、こんばんは。先日の放送で、パーカーの紐は抜く抜かない問題が起きていましたが、以前、パーカーの紐に関して調べたところ、あれ、抜いていいそうです。 あの紐がある理由としては、ランニングの時などにフードが取れないようにするためくらいで、本来はなくてもいいとのこと。なので、自分も抜く時、普通にあります。小坂さんもぜひ一度パーカーの紐抜いてみてください。あ、そうなんだ。抜いていいものなんだね。しかもそれに理由あるんだ。<laughs> 知らなかった。ただ気分でさ、抜いてるだけかと思ったんだけどさ。ほほう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 。ランニングの時にフードが取れないようにね、縛るためってことですね。 ええー、でもな、NO、ぁは抜かないよ。<laughs> うん。意地でも抜かないからね。<laughs> だってあった方がおしゃれじゃん。って思う、私は。だから私は意地でも抜けません。<laughs> <laughs> では、ラストいきたいと思います。ラジオネーム、あつどんさん男性の方から <laughs>、えー。僕は高校時代、野球部にいたこともあり、暇な時間があるとバットを持っていないのに、素振りをしたり投げる真似をして、したりと言ったことが癖になってしまいます。 えー、のおちゃんは無意識でやってしまっている癖はありますかということで、まあ、これ多いよね。なんかスポーツやってた人とかさ、それこそ、あのね、ゴルフやってる方とか、私よくお見かけするんですけど、持ってないのに素振りみたいなのをしてる方ってやっぱ多いなって思うんですよ。ダンスとかああ、ダンスとかね。いや、私はあんまりないかな。え、本当ですか見ますええー そうなんだ。でも、あの、それこそね、その、振付師さんとかは、あの、無意識に踊ってるとこあるなって私はよく見ます。うん。い私は、なんだろう、無意識にしてることそういうスポーツ関係のことはないな <laughs> 急にさ、その、レシーブの格好とかさ、スパイクの真似とか、急にしないよね <laughs> バレーボールってそんな、癖になるようなことない気がするな。 アイドル的に笑顔。笑顔街中で笑ってたら怖くないーー人、の、人前で笑ってるならわかるけどさ、た、例えばさ、信号待ちしててニコニコしてたら怖くない <laughs> <laughs> でも私よくやるのは、あの、無意識に、なんか手を前に組んじゃう。しかも、それも、へそより下の位置でね、アイドルの時に、こうやって揃えるって決めてたりとかするから、 本当に無意識にやってるかも。さすがに街中とかではやってないけど、こうお仕事の現場入った時とか、ちょっと待っててねって立ってる時も、無意識におへつの下らへんで手を組んで待ってる。<laughs> うん。っていうことが私は割と多いかも。だから、撮影入る前に、ワンカット目絶対に手を前に組んでるポーズから入る。かも。それは私は割と癖かもしれないですね。アイドル的な癖。 でも普段からやる癖っていうのはあんまりないかな。私はね、よくカバン直しちゃうとかしかない <laughs>。よくかまそうちゃう <laughs>。それぐらいしかないかな。というところで皆さん、あのメッセージたくさんありがとうございました。東京 FM 星のドラゴンクエストプレゼンツ、日向坂46小魚の小魚ラジオ、そろそろお別れのお時間となりました。 この番組ではいろいろコーナーもやっていきます。リスナーの皆様からコーナーへのメッセージを募集しています。コーナーの詳細は番組ホームページに書いてありますので、ぜひチェックお願いいたします。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、スタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けない内容もありますので、ぜひ聞いてください。そしてツイッターもお願いいたします。ハッシュタグ小魚でツイートしてください。フォローもお待ちしております。さあ。 本日の放送いかがだったでしょうか今回のね、ドラマパートでは薬草についてのお話だったんですけど、塗る、食べる、どっちの二択ですよねでも、物によるけどね、実際の人間だったらさ、物によるけどさ、この、ま、勇者はさ、回復しなきゃいけないわけじゃんで、それもめっちゃ苦いわけじゃん 頑張って食べてたよね <laughs>。でもさ、もうちょっとさ、堂々と食べてさ、もう全回復ぐらいまで行ってほしいよね。で、ちょっとしか回復してなかったからさ、いや、勇者なお頑張ってほしいですね。薬草に強くなるために、頑張ってほしいなと思います。<laughs> ということで、ここまでのお相手は、日向坂46の小坂なおでした。星のドラゴンクエストプレゼンツ。日向坂46小坂なおの小坂なラジオ。この番組は、 星のドラゴンクエストの提供でお送りしました。日向坂46の小坂おです。さあ皆さん本日の放送いかがだったでしょうかまあここで放送しきれなかったメールをちょっと紹介していこうかなと思います。えー、ラジオネーム、タキオスさん男性の方から、小坂さんこんばんは先日まで中学校に教育実習に行っていました。 給食の時間に、日向坂46の楽曲が流れて、とてもテンションが上がったと同時に、中学生も男女問わずとても盛り上がっているのを見て、胸が熱くなりました。小坂さんは、給食の放送で思い出に残っていることはありますかまた、一番すげえな給食のメニューは何でしたかということで、嬉しいなぁ。男女問わず盛り上がってくれてたと。しかも、放送で流してくれたの日向坂の曲。ありがとうございます。嬉しいなぁ。 で、給食の放送の思い出か。私はね、うん、まあ、中学生の時は好きな楽曲をかけていいっていう感じだったんです。だから、CD を実際に持ってきてる子とかもいました。この曲をかけてほしいって言って。で、私は友達と話して、あの、グリーンさんの CD を持ってって、流してもらってました。聴きたいって言って。<laughs> 今時のね、その今流行っている楽曲が最近だったら、なんだろう、ボーカロイドとかも多いのかななんか最近流行ってるよね、YouTube とかで。とか、あとなんだろうね、バンドとか。で、バンドさんとか結構多いのかなっていうイメージ。で、私はそうだな。小学生の時に私放送委員会に入ってたんですよ。<え> <laughs> なん。か給食の時に、その放送を流す役目っていうのをしてて、で、その時は、なんかね、 ピアノのなん、なんていうのなんか、クラシックとか、あとはピアノバージョンのジブリの楽曲とかっていうのを CD でいつも流してました。そうそうそう。で、一番好きな給食のメニューね。なんだろうなでも、小学生の時に、一番、私が一番好きだったのは、えっと、海苔の佃煮と、カレーが一番好きでした。<laughs> そう、海苔の佃煮出るんですよ <laughs>。<laughs> そう、あるんですよ。塗りのつくだ煮。え、出ないですか関西です。え、出ないですか関東。え、ないんですかえ、え、そうでしょえ、全国こうえ、え今ちょっとびっくりしすぎて。え海苔のつくだ煮。えないですかご飯に乗っけるご飯ですよ、みたいなやつ。ええええ,え,え,え給食で出ないんですかえちょっと衝撃。嘘。<laughs> 今、衝撃な事実が発覚しております。 え、嘘でしょ出,出ますよねえ、関西だけ嘘でしょええー、本当ですか <laughs> 今、口を <laughs>、<laughs> 出てるえ、出てますよね絶対全国だと思う、私はこれ。え、違います。放送されてるやつじゃないです。え、うちは放送されてるやつじゃなかったです。多分、給食の、 方が作ってくださってて、<え>それを私は、あの、盛り付けてたんですよ。手作りなんだと思うけど。そう、海苔の佃煮。あと、これは多分関西だけだと思うんです。お好み焼き出てました。でもね、あのちっちゃいやつですよ。一つのおかずとして。えー、出てる。あ、そう、そういう感じです。そうそうそう。そう東京,東京に、墨田区にあるみたいです。<laughs> 墨田区の給食には出てるみたいです。海苔の佃煮。そう、あるんですよね。 あほら、やっぱ作る、そう。私たちは、その、小分けになってるやつじゃなくて、実際に、その、あの、調理してくださる方が作ってくれたものを、私たちお盆に乗っけてたんですよ。あと、言い出したら止まらないんですけど、私が唯一お代わりして好きだったのは、あの、クジラのオーロナニっていうやつなんですよ。<laughs> でも、中身がクジラかどうかはわからないです。ちょっと甘辛い、甘辛いで甘い感じなんですけど、なんか、 ケチャップと混ぜ合わせたみたいな感じの甘い感じのケチャップとウスターソースを混ぜたちょっととろみのあるソースで魚の竜田揚げみたいなのにかかってるんですけどあえてあるんですそれがあっあそれそれだ今画像見てたんですけどこれ,すこれですこれですこれです調べたらすぐに出てきますよ <laughs> そうこれは私大好物だったんですよでもケチャップの味強めかなって感じです そう、給食に出るんですよ、これ。そう。え, <laughs> えすごい今、給食の画像のメニューの中に、クジラのオーロラにと、海苔の佃煮の,のメニューがありました <laughs> ワンプレートすごいこれですよ、これ。<え>私が食べてた懐かしの給食。だから私、うちの学校では、揚げパンとかが出なかったんですよ。え、そうこれこれですこれですもろこれ <laughs> もろ <laughs> これもろこれ <laughs>。あるんですよ。給食のメニューに、クジラのオーロラに。あとは有名なのだとね、あの、ABC スープとかね。ええ知らないですかえ嘘でしょ<え> ?ABC スープですよ。ABC スープちょっと給食の話って面白いな。ABC スープ、スープに ABC の ちょっとなんか、マカロニみたいなのが生えてるスープなんですけど、野菜スープで。アルファベットのマカロニ。ロニそう、これ <laughs> そう、ABC スープ。若い子だったらみんな知ってる。これはめっちゃ有名だと思います。そう、これめっちゃ好きでした。<laughs> いいですね、なんか。たまに私も大阪の給食とか調べたりするんですよ。あ、こういうのあったなとか、地方の給食とか。 いいですね。なんか、給食の話題持ってくるのいいな。なんか、皆さんの給食教えてください。なんか、これあったよ、とか。給食の話題でこんなに盛り上がると思わなかった。<laughs> ABC スープが給食にある地域はどこえ、ない地域もあるのかなえ、関東ないですか嘘。西の方だけあー、やっぱ地域によるんだ。え、いいな。なんか、教えてください。皆さん、関、 関東ローカルとかでもあるだろうし、地方ローカルっていうか、地方にしかこれないですよとか、これうちありますみたいな、っていう情報をぜひ聞かせてください。ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。それでは、日向坂46の小坂直でした。バイバーイ。o